校めんどくさいな。ん？あれって同じクラスの。これくらい今さらどうとも思わないけどさ。そろそろ4限目終わる時間かな。あ、まだあと30分もある。はあ、長いな。早く家帰って動画作りたいよ。動画の素材になりそうなシーンはと。あー、やっぱこの話いいな。ミアを好きになったのもこの回だったんだよね。ずーっと敵だったミアが、主人公のララがやられそうな時、どうしても見捨てられなくって助けてさ。親玉に妹を人質に取られてるから、どうしてもララを倒さなきゃいけないのに、そうできないところにグッときちゃったな。苦しくても頑張ってる姿を応援してるうちに宮推しになったんだっけ。それで SNS で宮の情報を集め始めて、アカウント名も宮から取ってアミヤにしたんだよね。今思うとちょっと恥ずかしいけど。来週で最終回か。どんなラストになるか楽しみだけど、ちょっと寂しいな。ついに先生にちゃんと出席しろって怒られちゃったな。授業を受けてなくてもテストの点取れてるんだから、ちょっとくらいサボってもいいじゃんって感じだけど。ま、多分勉強できるだけじゃダメなんだよね、学校って。ちゃんと、みんなとうまくやる方法を分かるようにならなくちゃいけないんだろうな。はあ、早く動画作りたいな。今日は、シーンのつなぎにグリッチ入れてみよっかな。一期のミアとララのラストバトルに入れたら、すっごくかっこよくなりそうだし。学校、早く終わらないかな。よし、できた。はあ、最終回までに間に合ってよかった。アップもこれで完了っと。みんな楽しんでくれるといいな。最終回まであと30分か。そういえば今日は実況スレ見るのどうしようかな。最終回は没頭してみたい気もするし。あ、お菓子も用意しよっと。よし、見るぞ。どんなラストになるのかな。魔王をどうやって倒すのか全然わかんないんだよね。せっかく集めたミラクルオーブも壊されちゃったし。あ、ここに来てもう一段階変身して共闘するとか。だったらいいな。ミアの新衣装見たいし。始まった。うんうん、やっぱこのままじゃ勝てないよね。みんなできることはもうやったし。ほんと演出と音楽が憎いな。もうダメだって感じ出すのすごくうまいし。あ、頑張れミア。あ、それも今日で終わっちゃうんだよね。
いい最終回だったな。まさかあんな展開になるなんてな。ミアもすっごい活躍してくれたし、よかったよかった。さてと、次は何見よっかな。ミラマジの枠は別のアニメになるみたいだけど、微妙に趣味じゃないし。夏アニメで検索っと。お、新しいのいっぱい始まるな。あ、これキャラデザすごくかわいい。でも話は微妙そうかな。やっぱ僕にはミラマジが一番しっくりくるけど、でももう終わっちゃったんだよね。ってちょっとへこみすぎだな僕。あ、そうだ、お姉ちゃんが最終回の感想を教えてって言ってたし、話に行こっと。お姉ちゃん。あれ、お母さん、お姉ちゃんは？あ、買い物か。海外で使う用の変圧器とかいるって言ってたもんね。うん、わかった。なんだろう。なんか、今さら実感するな。お姉ちゃんも、もうちょっとしたら、いなくなっちゃうんだよね。時差もあるから、前みたいにだらだら話すこともできなくなっちゃうし、楽しかったこと話すのも、嫌だなって思ったこと話すのも。でも、うん、大丈夫だよね。ミラマジが終わっても、お姉ちゃんが遠くに行っちゃっても、自分で楽しいこと見つけていけば、見つけて行けば、見つけられるのかな。これから先ずっとアニメ見るのも、動画作るのも、ゲームするのも、漫画読むのも、全部全部楽しいって思ってたけど、楽しめてるって思ってたけど、それもなんだかよくわかんなくなってきちゃった。なんかなんだろうな。別にもういいかな。うん、ごめん。ありがとう。お母さん、ああ言ってるけど心配だろうな。あれ、お母さん。あ、うん、散らかってるけど。そうかもね。へえ、懐かしいね。そうかな。ありがとう。ごめん、まだお腹空いてなくて。うん、ありがとう。僕、
すごく心配かけちゃってるの。安心させたいし、学校も行かなくちゃいけないけど。もう、疲れちゃったな。ニラマジ最終回の実況ログも、もうすぐ見終わっちゃう。そしたらもう、本当にやりたいこともないな。ああ、このまますーって消えちゃえたらいいのに。そしたら、楽なのにな。ん？なんだろう、この動画。サムネが真っ黒。概要欄見る限り、曲なのかな。なんかちょっとホラーっぽいけど、でも、暇つぶしになるし、見てみよっかな。ん？は、なんだろう、この曲。不思議な曲だな。聴いてると、なんだか苦しい感じがするのに。でも、すごく優しく感じる。なんか、変な感覚だな。胸のあたりがギュッてして。でもそれが、ちょっと気持ちよくて。もう一回、頭から聞いてみよう。やっぱり、苦しいけど、優しい感じがする。なんだか、僕自身のことを曲にされたみたいな。この曲作った人、他にも曲作ってるのかな？あ、アカウントあった。あ、曲、すごいたくさんある。しかも、どれもサムネ真っ黒だ。暇時珍しいな。もうちょっと聞いてみようかな。はあ、すごいな。どの曲も全然違った苦しさが描かれてて、その全部が聞くだけで伝わってくる。でも最後には絶対ちゃんと、ほんの少しだけ何かが、光みたいなものが見える。こんな曲、作れる人がいるんだな。この曲、誰が作ってるんだろう。アカウント名は、K？